患者さんを怪我させてしまったことがあって、はい、何があるか本当わかんないから謝るなとは言われてたんですよ。患者さんに対して謝るな、まあ、そんな18年の中 で、 はい、はい、まあ、過去実際にあったクレームがあるクレーム、はい、教えていただきたい。クレームとか正直言っていい、マジでないよ。ないです。院のスタッフ抱えてた時とかは院長やってたからってなんだけど、下のこの例えば技術量とか、うん、それを院長に言うみたいなクレームはあったけど、はい、じゃあ僕自身何かあったかと言われるとない。でもちょっとクレームとは違うんだけど、はい、今回の手術とずれちゃうかもしれないけど、患者さんを怪我させてしまったことがあって、はいはい、自分で一番のやらかしたっていうことはやっぱその患者さんを壊してしまったっていうことがこの業界入って数年目ぐらい 2,3 年ぐらいの時にあった。どれぐらいの怪我だった？肋骨の骨折です。マジですか？はい、もう全然ね普通に施術をしてたんだけど、まあ、その患者さんも結構僕長いこと見てた患者さんなんだけどね、横向きでね患者さんを寝てもらって腰を触る施術を当時やってたんですよ。でその時にでも今でも覚えてるんですけど、自分はこの腰の筋肉ここを触ってるんですけど、まあおそらくその上の肋骨のところに指が当たってたんでしょうね。でちょっと体重をかけたらバキッて音が鳴って、でもそれが骨折なのかどうか僕もね人の骨を折ったことないのでわかんないんですけど、患者さんの体の中で何かが起きたと思って、折った瞬間というかそのバキッてなった瞬間にもう自分のこの腕の毛が逆立った。で毛穴がバッて開いて、これは何か悪いことをしたっていうこの僕の中のポンドが毛を逆立てたみたいな、猫かお前みたいなね。でもやばみたいな感じになったらやっぱりそれはね先生として良くないので、やっぱりちょっとある程度よそって、あ大丈夫ですかちょっと普通よそって、じゃあもう一回触らせてもらいますねって触って痛いみたいな感じになって、あ分かりましたっつって、じゃあちょっとそこの施術は避けてね、あの無理ない範囲で他のところやっていきますよって言って、そこに痛みを感じないような施術を繰り広げて終わって、最後受付するときに、まあ、予約取ってくれたんですけど、どうですかさっき痛いって言ってたところっつったら、やっぱ痛いんだよねみたいな感じでおっしゃられて、もし不安でしたら一度病院に行って検査してもらってもいいですかと、うん、で何かあったら院の方に連絡くださいって言って、その場は全然帰っていただいて、まあ、その時も全然患者さん怒ってもないんだけど、うん、そう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 、まあ、後日連絡があって、先生病院行ってレントゲン取ったんですけどつって、ちょっと肋骨が折れてたみたいなんですと、あらでも当時ねその僕雇われの院長をやってた時なんで、まあ、マネージャーさんもいるし社長もいるという状況だったんで、教育上ですよ、教育上謝るなとは言われてたんですよ。患者さんに対して謝るな、変に謝って余計問題が大きくなるからまずは話を聞く、それで、謝らずにマネージャーにあげろ社長にあげろっていうような会社の流れだったんですよね。わかりましたと、まあ、ちょっと上の者と一回相談させてまた折り返し電話させてもらいますねっていうような感じで終わった。でもその折れてたってことに対しても別に患者さんが折れてたぞみたいな感じは全然なく、まあ普通にそういう状況だったんですって、だから病院とかで通って治療を受けようと思うんですけどっていうふうに言われたんで、あ分かりました、当時のマネージャーと相談して、まあ保険入ってるんで、あそうですよ、そうそう、何かあった時の保険に入ってるんで、その保険で治療費等々全部こちらの方で負担というか対応ねさせていただいたということなんですよね。まあ普通だったらそっからねちょっと驚くことがあったんですけど、その患者さん戻ってきたんですよ。びっくりして1ヶ月2ヶ月ぐらい経った時かな、その患者さんの名前で僕の予約欄に入ってるんですよ。決めるんですか？そう、と思って予約取ったスタッフに、え、俺っつってたっつって、あ、関野先生でっつって、関野先生元から担当ですよねっつって、えっつって、なんだなんだなんだ、ちょっと怖いじゃないですか、逆に怖いじゃないですか。そうですよ、ね、そう、でも会った時にまあよろしくお願いします。大丈夫ですか腰のお加減は。つったらもう全然大丈夫ですよって言って。うん、で僕でいいんですかって。また僕で施術させてもらっていいんですかって言ったら、先生がいいんだよって。そういうふうに言ってくれたのはちょっと嬉しかった。なんで先生がいいかって聞かれたんですか、その時は。さすがにそこまでは聞いてないですけど、でもまあ1回2回の施術ではなくて、でもそれこそ1年ぐらい施術されてた方だったんで。まあ、そこでちょっと信頼関係っていうのができてたのかな、まあ、全然気にしないでって、うん、じゃあ普通に施術しても大丈夫ですかと、まあ例えば腰はちょっとねっつって
様子見ながらやらせてもらいますけどねみたいなことは言いましたけど、でも全然普通に施術して大丈夫だよ、うん、前今まで通りでお願いしますっていうふうに言ってくれて、だからもうずっと通ってくれてて本当にありがたいなと思った。すごいエピソードですね。当時、あ、はい、院にあったマニュアルのおかげで対処できたっていう、まあ、言うてしまえばそうですよね。だそこでもし仮に謝ってしまったらこっちがもう完全に非を認める状態になるじゃないですか。そうです、そう当時の会社とかもちゃんと弁護士さんとかいた状態なんで、変に謝って自分が悪いってことをまず認めない、もしかしたら相手に過失があるかもしれないから、だから状況をしっかり確認するまで謝るなっていうような教育だったんだよね。関根先生、今でも、まあ、例えばですけど、なんかちょっとしたトラブルがあったとかも、うん、まあ、対応できるようになったって感じですか？いや、もう全然冷静に対応できますよ、私。本当に謝んないですよ。もちろん自分がね、悪いと思ったら謝りますけど、何かあった時に自分が不利になりますからね。特に独立してる先生とかだったら、自分が悪いって認めちゃうと実のところ自分に非がないのにね、ことが大きく膨らんじゃうケースがあったりするんで、うん、まずは状況把握です。じゃあ、まあこれから例えば独立される先生とか、はい、開業される先生、うん、まあ、または一人治療科の先生で、うん、何か一つ、うん、これだけ、うん、マニュアルにするなり、うん、対処するなり、うん、そういう方法一つ何か持っとくべきとしたら、うん、何を挙げますか？保険に入れ。保険です。何があるか本当わかんないから、自分が僕だって相手を怪我させようと思ってやってるわけないし、よくしようと思ってやってるんだけど、今でこそ全18年ぐらいやってるからわかるけれども、まだ駆け出しの頃数年とかね、未熟な時ってそうだと思ってるつもりでも実のところ違ったりっていうことがあるし、それこそ僕今回骨折って話をしたんですけど、高齢者とかになってくるとね、骨が脆くなったりして、自分ただ手を乗せてただけだけど折れてしまったケースとかも聞いたことはあるんで、もしそうなった時に一人治療院の先生とかだったら経営的な体力っていうのはそんなにないと思うんですよね。治療費だけじゃなくて、もしかしたら休業保障が入ったりとかなったりして、その人がもし高額の人であればそれこそ負担額が大きくなったりするんで、まあ、そうならないようにね、保険に入って自分の身を守るためにやっぱある程度なんか作っとくっていうのはあるかなと思いますね。